ミックチャンネル。Hello everybody! ニックチャンネルのニックことニコラス・エドワーズです。今回もニックチャンネルよろしくお願いいたします。本日のお題はアメリカ人の僕が外国人の友達が一人もいない理由。気になってくれますかねこの話題というタイトルなんですけれども、まあ、実際はそのちょっと日本にいる外国人の特徴みたいなものを、要はアメリカにそのままいるアメリカ人じゃなくて、日本にいるアメリカ人の、まあ、特徴みたいなものを少しでも皆さんにこう表現といいますか伝えることができたらいいなと思っております。一つ目っていうのは、まずバンコク共通の話題なんですよ。日本人がアメリカに行く時もそう、アメリカ人が日本に来る時もそう。一つ目は群れがちです。っていうのはアメリカ人が日本に来てもアメリカ人ばっかと仲良くしがちっていうことですね。日本人が海外の大学に留学してみたものの、日本人としか仲良くならなくて全然英語が上達していきませんでしたみたいな話でたまに聞くかと思うんですけど、同じようにアメリカ人も日本に来て、でやっぱり言語の壁だったり文化の壁があったりして、すぐには日本人と仲良くなれず、なんだかんだアメリカ人、周りにいる外国人と、まあ、仲良くなっていくっていうような、そんな、まあ、現象が起こるんですね。何が大変なのかって言いますと、出会えないです。僕が自分の周りの友達っていうのは居酒屋とかで知り合った友達みたいな、まあ、知り合いですかねとか、まあ、仕事場で、知り合った人とかっていうのから友達になっていくわけなんですけれども、外国人としか遊ばないから、日本人が多い環境にいる僕としてはその辺にたまたま外国人がいることがほとんどないんですよ。だ外国人の友達もいないし、なんなら外国人を見ることがほとんどない、会うことがほとんどないっていうことが、まあ、その流れから、まあ、外国人が悪さをしたのかなまあ、出会いがないっていうのが一つの大きな原因ですね。そのアメリカ人コミュニティみたいなのが出来上がっていて、そこになんかわざわざ自らこう踏み入れていかないと出会うことがないので、新しくアメリカ人と知り合う機会にちょっと恵まれません。僕はちょっと麻布十番とかその辺で歩いてみようかな二つ目に紹介するのは、なんだろう、自分が日本人っぽいとかアメリカ人はなんかこう変なこだわりを持ってるっていうことが言いたいわけではないですけど、一応題すると、価値観が合わない二つ目、どの国の人もそうなんですけど、やっぱりこう日本人がアメリカに行っても、なんだろう、なんか韓国人が日本に来てもアメリカ人が日本に来ても、誰がどこに行っても自分自身が生まれ持った自分の文化の価値観っていうものがあるかと思います。でこれ完全に個人的な話になってしまうんですけども、もともとこだわりが薄い人なんですよ、ニコラス・エドワーズっていうのはなんかこだわってそうで、実はそんなになんかどうしてもこうじゃなきゃいけないっていうことが少ないので、染まりやすいというか、もちろん自分の中でブレない価値観っていうものはあるんですけど、それ文化的ななんかそんなにこだわらなくても別にいいみたいなことが人に比べたら多いのかな。で日本人も例えばアメリカに行って和食が恋しくなるように、アメリカ人も逆パターンがありますね。別に食に関してもそうですし、文化的なことに関してホームシック的な感情ですね。僕は家族に会いたいとは思うんですけど、アメリカの習慣が恋しくてたまらないみたいなのが正直、まあ、ないんですよ。でそうすると日本在住のアメリカ人と話をするときに、日本ってチーズの種類少ないよねみたいなって言われるんですよ。もうなんかそうねってなっちゃうんですよやっぱアメリカの これだよなみたいな、アメリカだよなみたいな話をやっぱ求めてくるわけなんですよ。
なんかそれがちょっと対応してあげられないっていう、そこまで無理してなんかこうアメリカに対するこだわりっていうものが僕にはないので、ちょっとなんかこうアメリカ人同士への友情に求めているものを僕がその友達に慣れたかもしれない人に提供してあげられないっていうのが、まあ2つ目の原因ですね。その延長線上が3つ目なんですけど、まか不思議な文化ですが、英語には海外かぶれっていう言葉は存在しないんですよ。なんでかっていうと、アメリカっていうのは基本的に多様性っていうことだったりとか、国際化っていうのをまあ一応一応そう大事にしているのが文化の根本としてあるので、アメリカ人らしくないねっていうようなことはアメリカ人はほとんどお互いに言い合うことはないです。日本人は逆にまあ結構海外かぶれというか、日本人はこうであって日本人じゃない人はこうであるっていうのがくっきりしてて、日本人同士であんまり海外っぽい人がやってきたりするとちょっとなんかやっぱんみたいな、日本らしさが感じられないと何かぶれちゃってるのみたいな話が出てくるんですけど、アメリカの中でアメリカ人同士でその話は絶対にありえないのに、アメリカ人が日本に来るとそうなりがちなんですよ。魂を売りやがってみたいな日本に魂を売りやがってみたいな。でそれは何かっていうと、やっぱりアメリカ人が日本に来るとその海外の文化嫌だ、日本は日本みたいなのも多分うすうすでもやっぱ感じるわけなんですよ。アメリカ人が反骨精神じゃないですけど、そのいやはぁみたいなアメリカの文化だっていいじゃんみたいなことになりがちなところあるんですよ、アメリカ人。なので僕みたいな人がたまにいたりすると、何なんか日本かぶれやがってみたいなその髪型、その服、その価値観、その物静けさみたいなその物腰の柔らかさは何なのみたいな言われることもありますね。ちょっとうすうすやっぱり日本にいて疎外感を感じて、こう傷口をえぐるじゃないですけど、その日本に溶け込めちゃってる人を見るとちょっと嫌な気持ちになってしまうっていうのが、まあ、アメリカ人の、まあ、特徴でもあったりはするかと思います。まあ、日本にいるアメリカ人の特徴ですよ。日本アメリカ人が日本以外の国に行ってもそうなるのかは僕には見当はつかないですけど、まあ、そういう風になりがちなところがあります。その延長線上にまた続くんですけども、その意識がそもそも出てくるじゃないですか。なんか日本になんかちょっと偏ってるアメリカ人のはず、アメリカ人のくせになんか日本の文化を取り入れやがってみたいなので、すでにちょっと嫌だと思っているところにやってきて、まあ、その人が僕より日本のことを深く理解してない人だとすると、ところどころとかすごいズーズーしくて、なんかこう見下してるような言い方をしたくないですけど、なんか教えなきゃいけないことが出てきたりするじゃないですか。電車に乗ってる時は声を小さくしてって、やっぱ僕はすごく気まずく感じちゃうので、その電車に乗っててバババってなんか大声で喋られた時に言いにくいんだけど、だ静かにしてって言いにくいし、言わないのも気まずいというその人に静かにしてみたいな、ここは日本だからもうここで大声出すのは良くないよっていうのも気まずいし、何も言わないで周りの日本人がやっぱ外人ってうるさいなって思われてるのも気まずい僕にとっても良策がないんですよ。もうどこに行っても道は閉鎖されてるんですよ。だから結局教えると反感買うし、教えないと反感買いまくってるし周りにみたいなっていう状況になっていって、まあ、僕自身が気使ってしまうっていうところでも、やっぱり日本のことよく分かってる外国人じゃないと接しにくいというか、どう接したらいいのかが分からないという部分もあります。でそれは自分にとっては家族とかだったらね、そのうるさい黙れって言いますけど父親とか声でけんでお前って言いますけど、なんかこうこれから仲良くしようとしている人だと、なんかどうしたらいいのかが悩んじゃってこうなんかめんど逆にめんどくさくなってきちゃって、もう自ら避けてしまうっていうパターンもあります。で最後に一つ紹介したいんですけど、5つ目となりますが、いたんですよアメリカ人の友達は何人か。
なんで帰ってしまったの。だからもう僕しか残ってないんですよ。その日本に来た時にいた外国人の友達は何人かいたりはしたんですけど、これの、まあ、その外国人の友達がいないもしくは少ない理由の多分最も大きいのは、ほとんどの日本にいる外国人、まあ、まず期間限定なんですよ。来て、まあ、何年か仕事で来るのか、もしくは留学で来るのか、まあ、僕はもうその留学生の年齢の人と仲良くしないと思うんですけど、なんかしに来てるわけであって、そのことが済んだら国に戻る前提ということが多いんです。でそれはまあ価値観が合わないとかいろいろあったりもするんですけど、そもそもその2年後に帰っちゃう人に思い切り感情移入したら僕悲しいじゃないですか、帰っちゃった。で傷つきたくなくて。いたのも減っていきましたし、作るのもちょっとなんか寂しい思いをそのうちするんだったらちょっと怖いかなみたいな臆病になっていってしまった自分もいるのかもしれません。今回はね、ちょっと僕が個人的に外国人の友達、まあね、外国人の友達がいないとちょっと最後にお断りとして言いたいのは、これを見ている僕と知り合っている外国人の方々はごめんね。友達じゃないってちょっと語弊があるんですけど、僕が言いたかったのは、いつも一緒に遊んでる友達に外国人がいない、年単位で会う外国人とかは、まあ、年単位も最近はいないですけど、会おうと思えば会える外国人もいます。ただまあその「のど自慢ザワールド」ので知り合った方は連絡先交換してる人はいっぱいいるんですけど、まあ今の状況っていうことももちろんありますし、単純にもともとそんな、なんか番組がある時に会ったり、時々誕生日一緒に祝ったりとか、なんか 毎週とか毎月とか会うことはなかったので、友達かって言われたら友達です。ただ、まあ、今回の動画で言いたかったのは、その普段からめちゃくちゃ遊んでいる親友的なめちゃくちゃ仲いい友達に外国人が少ない理由を話させていただきました。少しでも面白かった方、勉強になったか、勉強になるのかな、高評価、まあ低評価でもいいです、どちらでも。そして、チャンネル登録またはコメントぜひよろしくお願いいたします。そして僕の投稿をいち早く知りたい方は通知ボタンをポチッとオンにしてください。また僕の YouTube 以外の活動については概要欄に載せてますので、よかったらチェックしてみてください。ニコラス・エドワーズでした。はいはい、バイバイ。